然ですが、皆さん、このプニプニというゲームのマップイベントは、10連分の Y ポイント、すなわち4500 Y ポを稼ぐのに、何時間必要か知っているでしょうか？ちなみに自分は知らないです。ということで今回は、その謎を解き明かすべく、この身を犠牲にして検証していきます。はい、今回は、極土の子あり、ワイポ特攻あり、でかつ2大端末周回という、このゲームで一番効率の良い周回法で、ガチ検証していきます。一体何時間で10連分のワイポが稼げるのでしょうか？それでは本編へどうぞ。ちなみに今回は、各種ステージ1にて、こんな感じで周回しました。あとさっきも言った通り、極土あり、ワイポ特攻ありでやっているので、1周にて稼げるワイポは、18ワイポとなっています。ちなみに4500ワイポ稼ぐのに、何周かかるかと言いますと、4500÷18 が250になるので、この捨てにて250周する必要がありますね。あというのを忘れていたんですが、今回は 138,867 ワイポからスタートし、プラス4500ワイポの 143,367 ワイポまで周回します。終了。さあさあなんやかんやで、この検証企画もおしまい。この動画を見ている人が一番気になっているであろう、4500ワイポ稼ぐまでにかかった時間の発表をします。結果は、1時間25分になりました。時給にしてみたら、3174ワイポになりますね。個人的にはものすごい記録が出たんじゃないかなって思っています。やはり2大端末周回に、極土とワイポ特攻がすごく記録に響きましたね。いかがだったでしょうか？今回は、銀河ウォッチ第1弾イベのマップイベントにて、4500ワイポ稼ぐのに何時間かかるのか検証してきました。今後は、おはじきやゴルフイベントでも同じような企画をする予定なので、よかったらこの機にチャンネル登録お願いします。それではまた明日の動画でお疲れ様でした。また見てください。みんなも、了解。ゲットじゃぞー。